持ってるリュックを全部紹介していきたいなと思います。バンティス26というリュックで、俺が一番アークテリクス好きなリュック。そして次はですね、泣く子もだがまる、こちらブラックエンバーということで、はい、本日はですね、持ってるリュックを全部紹介していきたいなと思います。こちらにズドンと並べさせていただいたんですけど、合計ですね13個ありますので、それをねお伝えしていきたいんですけど、僕が背負ってる感じって多分見たことあると思うので、まあ、弟が背負ったらどんな感じなんか、ちょっと黒の服着てるから一旦上なんか着ようか。はい、ということでね、着替えていただきました。ではね、どんどん背負っていきたいなと思うんですけども、リュック多分見たことないリュックもあると思うね。そうですね、レビューだけして終わってるっていうのも結構ありますので、まあ、その辺とかを、お伝えしながら、やっていきたいなと思います。まず一番最初っていうのは何かっていうとですね、こちら、弟くんはね多分見覚えが非常にあると思います。で、視聴者さんもね、あ、懐かしいなって、グレゴリーのデイパックかと思っていただいて、まあ、僕が背負ってる様子って前も見てもらったと思うんですけど、なんとこれも弟にあげております。なので、弟は普段からこれ持ってるリュックなんですけど、こんな感じで持ってるの。そうですね、まあ大体片方かけてみたいな、あの基本車やから。俺好きなのはこれぐらいのやつかな。おお、なるほど。ここの腰より上に俺欲しいね。あ、ここだから全体的にこう高いんか、なんかちょっと高いなって気がしててダサいな、なんかランドセル持ってるみたいな。わかる。聞かせてみて、はい、どんな感じなのか。173cm の63キロですね。まあ、メンズって言ったら一般的にそれぐらいですよねっていう感じでね。はい、以上こんな感じですかね。うんうん、普段使ってるんですね。うん、ちなみに1個聞きたいんやけど、はい、使ってる側としてここのジップ、うん、今日紹介する中でめちゃくちゃ一番でかいね。使いにくくない？そうやね、別にそこまでちっちゃい方が逆に使いづらくない？多分これがね普通の大きさで5号と呼ばれるサイズなんですね。で、このデイパックの方はこれ8号と呼ばれる結構大きいサイズなんですよ。で、ダウンジャケットとかやったら結構それ使われんねんけど、はいはい、開け閉めしづらいっていう声もあんねん。それは特にない。あ、確かに大きいっちゃ大きいか。もうこれ慣れてるから普通やってんけど、うん、まあけどそんなやりづらいことはないかな。もともとこの D パックの前に僕はあのグレゴリーのショルダー使ってたから、もうグレゴリー、いやー、これよりかちょっとちっちゃい。なるほど。これが8号で多分使いづらくない理由としてはですよ、多分噛むこれがないから。洋服ってこれが最初あるやん。けど、噛んでる状態やから動かすだけやから。ありがとうございます、はい、ではね、次はアークテリクスのリュックですね。アークテリクスのこれブレード20というバッグなんですけど、僕の元働いてた学校の先生も今これ多分使ってると思います。仲いい先生、今度はあの明日の見に行きますよね。で、その先生もこれ使ってましたけども、これはね僕あんま使ってないんですけど、どう見た感じ、近未来 のリュックみたいな感じでね。ちょっと大人っぽいな、ビジネスっぽいっていうか。あ、そうですね、あのごちゃごちゃしてない、カジュアル感はないというか、今日みたいな T シャツにショーツとかよりはもしかしたらもうちょっと綺麗めな、うん、そうですね、パンツとかこういうジャケパンスタイルの方が合いそうやね。そうそうそう。でもこんだけやっぱりリュックあったら今日分かると思うけど、背負い心地全然ちゃうから。やっぱね、デイパックってこうちょっとふにゃふにゃやから、柔らかい、パソコンとか入れづらいけど、これ結構パソコンとかいいかもしれないね。硬いからクッションあるからね、うんうん、でこっちもちゃんとクッションがあるから、結構そういうのには特化してるかなという気はします。はい、デイパックはパソコン PC 持ち歩くにはちょっと不向きかなと思う。毎日持ち歩いてると思うけど、うん、ちょっと投げ入れてても不安やなっていう部分は。これやったらまあいけるかな。そうそうそう、だからデイパック入れる場合はなんかパソコン用のなんかクッションのやつを入れて、カバー入れて入れてる。そう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 、わかりました。はい、ではね、次もう一回、アークテリクス行きたいなと思うんですけど、次はこちらですね、マンティス26というリュックで、俺が一番アークテリクス好きなリュック。よく言うよね、マンティスね、うん、これが一番ね使い勝手いいよ。それってビームスとコラボとかもしてるやつってそれなのかな。うまいこと持ってくね、会話を。そうなんです、こちらにあるんですけども、うん、あのまさに台本知ってたんかなって思うぐらい綺麗やったけども、彼には何も伝えてません。まあ、白はちょっと僕持ったことなくて、あの僕の応援してくれてる隊長からいただいたものなんですけど、全く同じ感じが。でこれに関してはビームスとコラボになってるので、ここにビームスって入ってあるんですけど、そっちは僕特に何インラインなんですけど、うんうん、ただこれ昨日も嫁蔵の友達がマンティスの2欲しいって言ったけど、これも多分26はあんまないと思う。もうなかなか買われへんと。あのアークテリクスって調べたらリュックとかバッグとかそういうの出てくるんだよ、うん、だから結構そのボディとかもそうなんだけど、品質いいから。特にこのマンティスのいいところ何かっていうと、パッてこう出そうと思った時のこの手前のポケットがちっちゃいんやけど使いやすいよ、めっちゃ。あー、なるほど、手前か。ここに鍵入れたりエアポッツ入れたりとかできるんやねやんか。確かに深かったら遊ぶんやけど、うんうん、深くないから結構取りやすい、ね、確かにそうやね。あー、確かに確かに、これはやりやすいかもしれない。思ってもない荷物来るときってあるやん、 なんかちょっとプレゼントされたりとか、はい、なんかティッシュもらったりとかするときある、街中にな。そういうときはこの横使うねん。横か、うん、ほんなら横にこうぶち込めるから、結構これな収納考えられてんのよ。なるほどね、この両方ちゃんとついてあるんだよね。そう、両方別々のポケットになってる。あ、そうなんや、うん、だから人気だけど、これ
あれタグついたのなんかボールペンみたいな感じ。ああ、ありがとう、忘れてた。まあ、白だとあれなんですけど、まあ、これも背面がね硬くなってるからパソコンとか向いてるかなと、うん、確かにそうですね。続いてもう一個アクテリクスいきたいなと思うんですけど、アクテリクスがねこちらゾンアローっていうモデルですね。これが多分一番街中では見てすごいクッション性もあるんやけど、ここまでのクッション性ってはっきり言っていらんねんな。むしろ硬くなるね、分厚いがゆえに。だから柔らかいかなと思ったら硬いね。で背中もちょっと氷みたいになってるから自転車にはぴったりするねんけど、普通に折ったりしたら隙間空いてんねん。ちょっと確かになんかちょっと丸いなとは今思ってたけど、でもともとそういう風に自転車乗る時でもっていう風に作られてるから、そうなんや。チャリコース結構いいね、これは。あ、確かに。ちょっとこう真ん中空いてるやろ。空いてる空いてる。こうアーチしてんのよ、背中のところでな。うんうん、ここやね、うん、自転車乗る感じでやってみ、まあ綺麗にそうから、うんうん、バイクとかな、うんうん、いいよね。で、この表面だけが防水の生地は使われてるけど、完全防水って歌ってないから、うん、横とかはもう全然濡れるんで、ここだけ表面だけ生地は使われてる。いや、後のブレードとかマンティスとかは使われてる。もう全然もう濡れる。あ、なるほど。で、これもじゃあ濡れないのって言われたら濡れるけどね。確かに。に関しては確かに人気ないけど取り出しづらいのよ。前のポケットも使いづらいの、これ下まで行くから結局下まで手突っ込まなかんねん。ああ、そういうことね。だからもう使わんねん。これはさっきのマンティスやったらこの辺で止まってたけど、この前のここはいらんかもしれないね。いらん、全くいらん、ね、確かに。私もできない意見ですけどね、うん、いらんと思います。次がね、アークテリクスは一旦終わって、僕日本一周の時に使ってたバッグ、これディフィーバッグ。ディフィー、はい、うん、これもなんかパタゴニアのなんかのデザイナーかがなんかが作ったやつやねんか、うん、ノースレスのデザイナーが作ったのはブラックエンバーです。まあ後で紹介するけど、これはパタゴニアかなんかやったと思う。これがいい理由っていうのは、これ取水ジップとか使えて全然防水でもなんでもないんやけど、こうガバッとこう使えてて、なおかつ見た普通に見たら無地のバッグやんと思うんやけど、生地が何やったっけな、コーデュラのもう一個上の生地を使われてんのよ。あ、じゃあ結構頑丈なんや。めちゃくちゃ頑丈やねん。ナイフとかで刺してもいけるぐらいの。あ、そんな頑丈、すごいね。だからこう旅行とか俺みたいにそういう日本一周するとかになったりしたら、結構荷物ガチガチ入れたり、うん、床にバーンって落としたりするやん。でそんなんとかでも全然問題ない。これなんか入れてる？なんか入れてないと思う。ちょっと重い感じがする。またお宝が出てくるかなあ、なるほど、そういう問題ではないか。でもこれもさっきのデイパック同様、うん、背中のとこが柔らかいから PC に向いてないね。確かにそうやね、痛いね、うん、一番今の中で言ったらブレードが向いてる気がするパソコン、うん、けどこれ入ってないんちゃうかな。結構重い、生地が頑丈やから。生地が重いんやろ、うんうんうん、いいです。これぐらい。あ、それはね、コーデュラの着替えだ。これこれに着替えを入れておりましたおー、これね、関係ないけど、こっちに洗濯するやつ、こっちは新品のやつみたいな感じの使い方をしております。これあの近づけ旅行行くからこれいるね。やっぱ生地感やろな、うん、重たいやろ。重い、ちょっと重いわ。よくさ、生地ってヘビーオンスっていうやん、オンスって重さっていうか、はい、これぐらい重かったら分かるよな。確かに重い、全然違う。確かな、表面撥水の加工もしてたはずやね、うん、だから多少の雨とかやったら全然問題ない。なるほど、けど加工やから取れていきますよっていう部分もあるし。そうで、プールとかにぶち込むと無理せんね、うん、なるほどね、っていう感じです。で次はね、ノースレス行きたいなと思います。ノースレス、このモデルなんですけど、これシャトルっていうモデルで、結構ノースレスのリュックって言ったらもうシャトルと、次出そうと思ってるホットショットぐらいが結構人気で出てくるんだけど、これはビジネス向きのタイプで、背中がちょっとあの頑丈に作られてるから、まあ、PC とかも向いてるような感じだけど、僕自身がこういう服装はあんましないんで、きれいめな、使う用途はない。硬さ的にはアローみたいな感じやけど、うん、アローは曲がってるけど、これはこれまっすぐっていう感じでね。すぐでここ開くねんけどね、まあ、荷物入れると多分入ってくる、入ってくるのかな、うん、形は綺麗やね。まあ形はね、スースースタイル、まあ、好みがあると思う。俺あんまり好きじゃない。でこのホットショット、はい、一番なんていうの、俺の今のカジュアルな服装に合いやすい、うん、感じだけど、このバンダナ柄は確か2020年モデルかなんかやねんけど、まあ、このモデル自体はずっと出てるタイプで、はい、ほんまに子供とかおって出かけるんやったらめっちゃいい。この間のしょうもないもん持っていくやん、それは持っていけよって言っても持っていたりするから、それをどうせ途中でいらんって言うからぶち込める。なるほど。で次がね、まあこっからまあ好きな人があの見てくれると思うんやけども、ミステリーランチ。これもサクッといきたいんやけど、アーバンアサルトってまあミステリーランチ一番有名なやつなんやけど、開け方が独特なんよ、うん、だから全く使ってない。 Y 字みたいな。そうで、使おうっていう気になりにくいリュック。も好きやったらいいと思うけど、俺も全然正直言って好みじゃないから使ってないけど、はい、ジムとかで、俺ジム行ってないけど、そこで使ってる人ちょくちょく多い。ああ、そうなんや、うん、まあ、見た目かっこいいけどな。そうそうそう、おじさんが多いかな。ちょっとミリタリーかなんかの軍の仕様かなんかとか言ってけど、容量は結構少なくない？少ないと思うな、うん、で少ないし、出し入れの回数が少ない方がいい。なるほど。じゃあ出してみてって言ったらどうやって出すの？これ、別々の？ああ、一緒なのか、うん、なるほど。やりづらいね、なかなかやりづらいね、これ。やけど、あの
全部出すときは出しやすいと思う。あ、確かに。出す回数が少なくて、なおかつ出すときには全部出すっていう人には向いてる、うん、どんな人か言われたらあんま分からんけども。これ止水ジップやけど、これ防水では、多分撥水の加工してんやろな。あ、なるほど。この辺は全然防水の生地ではないよ、うんうん、裏地見たらな、ちょっとほら、あー、そうやね、確かに完全防水では絶対ないけども、多少の水とかは弾くようになってるんやと思う、うん、裏にラミネートで加工されてる。表地はもう普通ないやけど、表面は濡れますよっていう感じだけどね。で次がね、ブリーフィング。このブリーフィングっていうリュック、これ以前もちらっと言ってんけども、これはね一番リュックで今回高いかな、8万円もする。これも皆さんペタペタなの見てもらったら分かるでしょ、使ってない。だからこんな感じ。そんな話したら、翌日大阪市内の、あの地下鉄乗ってたらこれ持ってる人おった。ビジネスマンのサラリーマンでこうやって持ってた。あ、なるほど。あ、ツーウェイみたいなやつ。スリーウェイ。あ、スリーウェイな。あ、リュックかけれんやん。そうそうそう、なるほど。確かにビジネスマンにはいいかもしれないね。まあ書類とか、うん、だからこれビジネスマンの中でも下っ端ペーペーじゃないでこんだけの薄い書類やったらもうパソコンだけで僕仕事しますっていう人やから、うん、まあほんまにお偉いから、うん、その乗ってある方もあの結構年配の方やったら、うん、仕事できそうな人やった。そして次はですね、泣く子もだがまる、こちらブラックエンバーということで、これもね、よく非常に僕は使ってるアイテムにはなるんですけど、ここ最近ちょっと使ってないです。で、これのいいところって何かっていうと、もちろん防水で使われてるっていうのはいいんやけども、それとやっぱこの前のね、このパチン、普通って差し込むタイプやけど、これマグネットになってるからマグネットで簡単に取れるっていうところが、使いやすいんですけど、リュックとかも僕作ってるんですけど、単価見たらこのマグネットのタイプが、こんなこと値段言っていいんか分からないけど100円以下やけど、うん、マグネットじゃないやつカチンってはまるやつ、うん、でマグネットのやつは10倍ぐらいするってなってるから、まあ高いからあんまり使わんやろね。まあそうやね、あんま俺見たことない、ね、アウトドアブランドでは多分これ使っちゃうと販売値がもっとしやんか、もっと原価切られんから、ノースフェイスとかアークテリクスとかではこれ使うと値段が上がっちゃう、状態上がっちゃうから、これは外れへんだよ。そうやね、確かに。でこのリュックでな、ここあるだけでな、こんなカチンやったらやろうと思うんだけど、マグネットでパーンってつけやん、めっちゃ楽なんだよ、うん、荷物なんか肩にだけ来んへんと、全部で僕持ってる感じになるから、うん、結構あのこの肩の部分もしっかりしてるよね。そうやね、やっぱ一番肩の部分で言ったらマンティスか、これが一番いいんじゃん、うん、結局俺その2つのどっちかいくもん。なんか他のやつちょっとペラペラみたいな感じのもあったけど、うん、で次がね、2つ連チャンでいきましょう。これね、 SML っていうブラックエンバーの日本の取り扱ってる会社、井野屋さんってあったよ、ね、はい、あそこの、オリジナルで今作ってるバッグ、両方とも一緒なんや。そう、でも形っていうか、あの種類は多分ちゃうと思うけど、まあ、これも同じやな、バックルこれ作ってる、カバン屋はそういうことで分かってるわけよ、うんうん、でこんな感じでね。僕はあんまりこのタイプのリュックはまあ背負わんからあれなんやけど、今現時点ではですね、皆さんに見ていただきたい、こちら本革の防水のねリュックを僕が今作っております。で中はこの赤色にしてて、この赤色ただの赤色じゃなくてコーデュラの赤を使って、さらにパソコンスリーブにはポーラテックの生地を採用してるっていう、もうわけわからん洋服屋とカバン屋のコラボを今作ってるんですけど、まあ、今回紹介した中でレザーがなかったから、レザーをまあ僕は作ってみたんですけど、うん、やっぱり防水っていうのがいいよね。カバンとかってこう傘さしてても濡れたりするやん。でもしパソコンとか入ってて、それでなんかショートしたとかやったら危ないから、やっぱ防水っていうのはいいよね。あ、これもいいな。言うてもいつできるかわからへんし、どうなるかわからへんけども、一応まあこんなの作ってる。今までのリュックの中で一番いいとこ組み合わせてやってるけど、うんうん、これ正直言うとな、まだ紐の部分ちょっとなんか変なんやん。ここがってこと、うん、なんかもっとちゃんとしたいなっていう。なるほど。そうやね、まあ、レザーは今までなかったもんね。そう、まあ、レザーバージョンでちょっと本格的なの作ろうかなと思って、まあ、やってるという感じになっております。はい、ということでね、以上、まあ、10何個のリュックを紹介させてもらったんですけども、まあ、容量とか詳しいことについては、レビュー動画で喋ってますので、まあ、今回は、まあ、全部持ってるリュック紹介して、で見た感じ、かけた感じ、こんな感じでしたよっていうところをね、見たい。ということで本日はですね、持ってるリュック全部紹介してみたいという動画になります。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。